三十三剣道投資屋物語は、ナルセ・ミキオ監督、東方製作による1945年の日本映画、ナルセ初の時代劇である。京都三十三剣道で、江戸時代の初期から行われてきた投資屋にまつわる実際の出来事に題材を取った作品。1945年1月から5月にかけて撮影された。当時は太平洋戦争末期であり、 日本での映画制作の自由度は厳しく制限されていたが、時代劇は当時の世相などに直結していない分、現代劇よりも多少は融通が効いていた。撮影は度重なる空襲に中断を余儀なくされながら進められ、また映画界の一致協力が求められたため、東宝作品ながら松竹下鴨も撮影所が使われ、松竹から田中絹代、葛城文子が参加している。 奇襲家家臣のカズ大八郎は、投資家の記録八千本に挑むべく休日の訓練に励んでいた。彼の父は、美襲家家臣の星野の左衛門に記録を破られて、自害したため、カズ家に家がある宿屋、小松屋の女主人を絹が大八郎を引き取り、父の無念を晴らすべく、弓を習わせてきたのである。しかし、大八郎は、そんな周囲の期待を重荷に感じていた。 一方、関西門の記録を守らんとする星野家は、浪人たちを雇って、大八郎を付け狙っていた。ある日、この浪人たちに襲われそうになった、大八郎だが、偶然通りかかった侍、唐津勘兵衛に救われる。やはり小松屋に寄宿している勘兵衛は、大八郎の力になることを起ぬに約束するので、あった。後日、二人は再び浪人たちの待ち伏せに会う。 勘兵衛は大八郎を先に返し、一人で老人たちに対峙していたところへ、老人たちの黒幕、星野一馬が登場した。カズマと言葉を交わす勘兵衛。実は勘兵衛こそが星野勘左衛門その人であった。加盟を守るためにやったことという弟、カズマに対し、兄、勘左衛門は卑怯な振る舞いと非難する。勘兵衛は事情を知らないままの大八郎に、父君は、 勝負に負けたのではなく、投資家の厳しさに準じたのだと言葉をかける。しかし、やがて大八郎の前に、カズマが現れ、官兵衛の正体を明かしてしまった。裏切られたと感じた大八郎は、官兵衛こと関西門に試合を申し込む。結果は、大八郎の勝利に終わるが、関西門に対する大八郎の心情は、固くななままであった。投資家の当日、 順調に的中を重ねていく大八郎。五千本を超えたところで疲れた大八郎は、関左門の言うことを聞かずに休憩を入れる。しかし、再開後は全く敵に当たらなくなってしまった。休んだことで肩に血が溜まってしまったのである。おきぬを通じて、関左門からの薬とことづて手を受け、気持ちを入れ替えた大八郎は、 関西門を超える8133本の記録を達成するのであった。ありがとうございます。